DeNA ベイスターズ先発は浜口です。1回ピンチを迎えてこのノイジーライン際にボールが落ちます。これがタイムリーになりまして阪神タイガースが1点を先制。さらに満塁から佐藤輝明うまく捉えます。阪神タイガースが追加点、浜口が打たれます。さらにランナーを置いて原口、これが4点目となるタイムリーです。対する阪神タイガースは西勇輝の先発、新外国人選手のアンバギー。この打球サード襲います。タイムリー内野安打、1点を返します。さらに太田、右方向に運んでこれで4対2、打線のつながりを見せました。さらに桑原もセンターに運んでいきます。これが犠牲フライ。1回は点の取り合い4対3となります。阪神が1点リード。DeNA は4回です。今度は伊藤光しぶとく食らいついて犠牲フライ、4対4同点です。先発の浜口投手2回以降ゼロで抑えます。では5回を88球4失点でマウンドを降りました。5回の裏 DeNA ベイスターズ、今日2番で起用された宮崎が右中間へ、代走の強打、一気にファーストから帰ってきます。バッティングのうまさを見せました宮崎。タイムリーツーベースで5対4と DeNA がリード。ただこの2番手の宮城がコントロールに苦しんで、このワンアウトランナー満塁のピンチ、ここで原口がうまく捉えます。これで6対5と逆転。その後も宮城が失点を許してこの回5失点、タイガースがリードを広げます。そして見せ場を作ったのはルーキーの森下。東海大相模高校出身の森下がレフトスタンドにツーラン。これで11対5タイガースがリード。DeNA も9回ランナーを置きますが、上里の前に福地田、最後はキャッチャーのファールフライ。11対6で阪神タイガースが勝利しています。